こんにちは。今日は、歌手で、俳優の平野翔さんの話題をお届けします。平野翔さんは、元キングプリンスのメンバーとしてだけでなく、ドラマや映画にも出演し、多方面で人気を博しています。インスタグラムのストーリーズでファンからの質問に回答するという企画を行い、なんと、150個以上の回答をしました。ファンからは、ライブより長い、 最高のファンサー、と絶賛されました。特に注目されたのは、お笑いタレントの渡辺直美さんとのコラボについての質問です。渡辺直美さんも、平野翔さんの投稿を受けて、翌日の25日に、自身のストーリーズを更新しました。渡辺直美さんは、平野翔さんの投稿画面を添えて、平野くんごきたらこの画像が、 一億人から送られてきてるくってくらいダイレクトメール来てたよ。と、DM が殺到していることをこう報告しました。そして、何が起きてるかわからなくてとりあえず携帯投げたよ。笑い。と驚きを綴り、ぜひいつか話しましょう歌が、心の準備期間だけください笑い。と、平野翔さんへメッセージを送りました。平野翔さんと渡辺直美さんは、 過去に音楽番組でコラボしたことがありますが、その際にお互いに人見知りしてしまい、うまく話せなかったことを明かしています。しかし、今回のやりとりで、二人の仲が深まったことが伺えます。ネット上では、かわいすぎ、平和だな、携帯投げすぎてて笑う、翔くん突っ込んでる、かっこ笑い、などと反響が殺到しました。 平野翔さんと渡辺直美さんのコラボが実現するかどうかはまだわかりませんが、ファンからは期待が高まっています。二人の今後に注目です。平野翔がインスタライブ中に、親友からの電話があった。相手の正体は明かされず、平野はゴリラっぽい方、と表現していた。SNS のトレンドランキングには、森本慎太郎、あ、入っています。 関係者によると、実際に、森本で間違いないようです。ジャニーズ事務所を辞めた、辞めじゃに、が、現役のジャニーズアイドルと共演するのはなかなか実現しなかった。最たる例がスマップです。オートレーサーの森克行が、1996年にジャニーズ事務所を退所後、稲垣五郎、草成ぎ剛、香取慎吾と共演したのは、 三人もジャニーズを対処した二ヶ月後の2017年11月のネット番組で、21年ぶりでした。つまり、ジャニーズ所属時代は実現しなかったわけです。このケースに限らず、ジャニーズの意向を恐れたテレビ各局はそんなことし、他のやメジャニに対してもオファーを避け続けたと言われています。森本は、顔や声が出なかったとはいえ、ヒラノとの共演、 は画期的と言えます。なぜ、これが実現したのか、小学校の時、ジャニーさんに直接スカウトされたが、舞い上がるどころか他にやりたいことがあると言って一度断った逸話が知られています。実直な性格は今も変わらない。だから、やめジャニーと共演しないという悪しき監修も気にしなかったのでしょう。平野が15年に上京後、森本と信仰を深めたとされる。 学年は平野が一つ上。森本は今年4月期の日本テレビ系だが、情熱はあるで、金プリの高橋海人とダブル主演したが、ファンだけではなく高橋も驚いているに違いない。トースポウェブ、中川大使が新 CM キングになる広告業界では、この話題でもちきりだ。調査会社、日本モニター、 あ7月1日に発表した2023上半期タレント CM 起用者ランキングを見ると男性タレントでは大泉博士、岡田純一、小栗旬、角都健人が契約数9本でトップ4だが現在クライアントからオファーが殺到している中川が今後ここに名前を連ね単独主義に踊り出るのも時間の問題だろうと囁かれている例えば 浴衣姿の中川に変わってからもすこぶる評判がいいし、日本マクドナルドが今年も展開する、ハワイキャンペーンでは窮地の中という北村匠海と二人で、めっちゃハワイアングと叫ぶ笑顔に連れられて、商品の売り上げも伸びている。中川は、昨年の NHK 大河ドラマー、鎌倉殿の13人、で畑山知れた大役を講演し、その演技が、彼の成功に大きく寄与している。 役者にとっては、文明を左右する、ハマリ役、に出会う機会は誰にでもあるが、それを掴んで生かせるかどうかが重要だ。中川にとっては、畑山知れた大役に出会うことがそのチャンスであり、視聴者には、彼の誠実で爽快な演技が伝わった。また、中川は、チャンスを掴むと同時に、聖火害、騒動に巻き込まれたが、 このスキャンダルによって、広告業界の構図が変わりつつある。さらに、昨年10月に発覚した橋本カンナとの愛犬お泊まりデートも、中川の好感度を高める要因となっている。相手が橋間だったことが、中川の好感度が上がることになったのでしょう。飾らない彼女のキャラクターが、橋間なら許せるとか、カンナちゃんならしょうがない等のファンの好意的なコメントを呼ぶことになったようです。 中川と橋本は2014年7月期、水球ヤンキース、2022年12月公開の映画、ブラックナイトパレード、と2作品で共演している。目ざといクライアントの中には、ぜひ CM での共演を、とオファーを出しているところもあるとか、単独の CM キングと二人初共演の CM、これらの舐め方に目が離せない。ジブリの新作映画、君たちは、 どう生きるか、アレンジマ満席の好発信。木村拓也が声優を務めていることも話題に、情報がほとんど明かされないまま公開されたので、木村さんの名前がエンドロールに出てびっくりでも、役名が書いていなかったので、誰を演じていたのかわかりませんでした。何をやってもキムタクと言われてきましたが、今回はいわゆるキムタクらしさを封印したのかも、50歳になった木村は、 新たな境地を開拓しているようだ。ただ、すべてがうまくいっているわけではない。ヒットしたように見えますが、目標は50億円とされていたそうです。総制作費は20億円で、上映館の取り分などを考えれば、実質的には赤字です。2020年と2021年にスペシャルドラマとして放送されたものを、満を持して連ドラ化しました。スペシャルは、 高視聴率だったんですが、レンドラ前話の世帯平均視聴率は、9、8%と期待を下回ることに、大掛かりな宣伝をしていた割には、結果を出せませんでした。予定されていた映画化は見送られ、もう一度スペシャルドラマを作ることになったみたいですね。意欲的に仕事に向き合っているのに、空回り気味、草なぎつよしとの再会報道でも、むしろ好感度を下げることになった。 昨年末に同じスタジオ内で撮影があり、草薙さんが木村さんの楽屋を訪ねて挨拶したそうです。6年ぶりの再会なのに、木村さんは生返事。ファンの間では塩対応に失望が広がりました。木村を取り巻く環境も暗雲が垂れ込めている。ジャニーズ創業者の性加害報道が影響しているようなのだ。スポンサーのジャニーズ離れが取り沙汰されています。 木村さんに関しても、大手化粧品会社がイメージキャラクターに起用する予定が中止されたと報じられました。